パモジャマスです。今日はパデルコートにやってきました。ありがとうございます。どうも、こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。船水裕太です。船水です。よろしくお願いします。お願いします。パデル協会の玉井と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。パデルコーチをしています。前田です。よろしくお願いします。お願いします。株式会社モリナリの宮崎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回パデルをさせていただけるということでこちらに来させていただいたんですが、僕たちは初めてで、そもそもパデルとは何なのかっていうことすらあえて調べないで今回来させてもらいました。いいですね、はい、なのでこの後ちょっとパデルとは何ぞやっていうことだったりだとか、まあ、道具についての紹介をいろいろさせていただいた上で、練習を一緒にさせていただいて、こういう技術があるよっていうのを教えていただいて、最後にゲームをやっていただけたらなと思います。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ今回はパデルやっていきたいと思います。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。はい、それではラケットをちょっと選んでいただきたいと思いますけれども、パデルのラケットはですね、こういった板状のラケットになってるんですけども、大きく例えばですね、このラケットとこのラケットで違いが分かりますか？違いあるんですか？デザインが違うとかメーカーが違うのは当たり前なんですけど、ちょっと分かりやすいんですけども、プレイスタイルに影響になる違いです。これ面の形じゃないですか？あ、え、違う？こっちはどんな形？丸い。あ、正解。こっちちょっとこうヘッド潰れてるような。あ、正解ですね。ないな、はい、もう大正解です。こだわってるから。さすが。全然わからなかった。で、こちらの丸型のラケット、これはラウンド型っていうんですけど、はい、これは重心が真ん中にあるので、はい、非常にコントロールがしやすいです。なので、安定したショットを、続けてポイントを取っていくような、比較的その安定型のショットが得意な方が使うショットラケットになります。で、こちらがですね、上が大きくなってるのが、これダイヤモンド型って言います。で、上に重さがあるので、上のボールとかパチンって叩きやすいんですね、遠心力が。ただ、ちょっと上に重心があるので、こういう細かいショットは少しテクニックがいるというのが、主にはこの2つが、あります、形として。で、もう1個、これがですね、涙型っていうんですけど、はい、丸とダイヤモンドの大体間ぐらいの形で、バランスそこそこ、パワーそこそこいうのが、はい、ラケットです。で、最近結構いろんな技術開発が進んでいて、もうどちらの形かよくわからないようなラケットなんかもあるんですが、これもどちらかというと上が重いタイプのラケットになっています、三角形で。ちょっとご用意したのがですね、こちらちょっと見ていただきたいんですけど、これがですね、だいたい幼稚園の年少さんから年長さんぐらいまでが使うキッズラケット。あ、小さい。はい、ちょっともう非常にちっちゃくて軽いラケットになります。パデルは本当に子供からお年寄りまでどなたでもできるので、これが幼稚園で、小学校入ってくるとこのちょっと小学校低学年、少し長くなりました。ちょっと重い、ちょっと長くなりますね。長い、はい、で、今度小学校上の方になってくるとジュニア用のラケットになります。これがですね、これジュニアなんですか？はい、大人と大きさ変わらないんですけど、面の厚さが36mm、 大人は 38mm、 ちょっと軽い。へえ、はい、あ、本当軽い。ちょっと軽い。で、今度少し行ってくると女性用になります。いや、一般より少し軽い。で、一般用のラウンド型。ああ、これ一般型。一般のラウンド型。それでも結構軽いよ。ただ360から380あるので、テニスのラケットより圧倒的に重いです。重いっすよね。はい、そしたら重いわ。ただちっちゃいので遠心力がない分軽く感じるんですね。あ、なるほど、はい、なるほど。で、この辺は全てダイヤモンド型のトーナメントタイプ、プレイヤー型のタイプなので、もう2人は多分もうプレイヤーなのでこっち側でもいいと思います。ただパデルは結構デザインとかこれ可愛いねっていうので使っていただくのがいいなと思ったので、今日いろんなデザインを用意したのでちょっと選んでみてください、好きなやつ。いや、俺それじゃない。、はい、俺はこれにしよう。じゃあいいですね。はい、じゃあ早速このラケットを使って打ってみましょう。じゃあ早速ちょっと練習を、はい、お願いします。レッツゴー。まずラケットのなんですけど、紐がありますので、これを紐を利き手に入れていただいて、こうバンドになっているものはバンドを締めていただく、そのまま紐になっているものはこうくるくるくるっとちょっと回していただく。で、持ち方としては包丁の握り方で握ってあげてください。グリップの真ん中のところ。多分軟式テニスだとこうウエスタンっていう、ね、グリップになりますけど、パデルの場合ガットがないので、これだとボールを擦り上げた時にボールが擦り上がらないので、フラットの面で、コンチネンタルグリップで少しボールを下から上に振ってあげるような感じになります。じゃあボールをちょっと1個ずつ
取ってください。はい、これ公式テニス同じなんですか？そうですね、まあ、公式テニスとほぼ同じというのが正しくて、テニスこうラケットは、テニスのボールは 1.7 気圧で、パデルのボール 1.6 気圧なので、ちょっとだけなんですけど、これちなみにあの多分テニスのボールなんですけど、ウィルソン、あ、本当だ、同じ高さから落としてないですか？変わんないですよね。あの、なのでほとんど変わんないです。あの、テニスボールでやってる施設もあります。はい、それぐらい、なので、まあ、公式テニスボールと同じというふうに思っていただいて結構です。はい、はい、じゃあボールちょっと持ってください。はい、で、ちょっとまあリフティングをさ、ね、していただきたいんですけど、ちょっと真ん中少し離れていただいて、少しまあおへその前でこのボールをポコポコ打っていただきたいんですけど、芯が真ん中にあるんですけど、テニスやってる方だとラケットの先に当たっちゃうんですよ。で、真ん中に当たるとちょっと太い音がします。ボコッボコッ、はい、これでちょっとバックハンド持ってみてください。はい、で、あとで多分今これ芯に当たってると思うんですけど、あとで多分ラリーした時に先っちょに当たると思いますので、このラケットの長さだけ意識できるようにしておいてください。なるほど。はい、そしたらそのままちょっと ガラスの方行きましょう。ガラス、はい、で、この白い線の上にちょっと立っていただいて、ガラスがある、はい、で、向こう向いてください、ガラスの方。はい、で、ちょっとは優しくちょっとボールをガラスに当てていただいて、どのぐらいボールが跳ねるのかちょっと体験してみてください。結構ね、ガラス跳ねます。はい、優しく打ってあげないと。で、ちょっと慣れてきたら少しずつ下がりましょう。はい、少しずつ下がって、このガラスに当たった時の跳ね方をちょっと覚えておいてください。はい、はい、まあ皆さん、軟式の、はい、ワンバウンドね、はい、真ん中で当ててくださいね、ちゃんと。OK、そしたらちょっとこちらに来てもらっていいですか？はい、ちょっとこちら来てもらっていいですか？はい、で、今まっすぐボールをガラスに当てていただいたんで、まっすぐボール返ってたじゃないですか。はい、この位置からこの2枚目のガラスにボール当てたら、ボールはどっち行きますか？あ、正解です。これをあ、さすがそうですね、あのボールはですね、もちろん当たり前のことなんですけど、ちょっと1枚のガラスちょっと当てながら、少し前にボールを当てていただくと前に動けるので、少しこのボールをガラスに当たった時に少し前にいる感覚をちょっと打ってみます。なるほど。はい。だけど避けたんだね。そうですね。はい。まあ、斜めに行くとボール斜めに行きます。はい。オッケーです。オッケーです。ちょっとじゃあバックハンドも同じように、ちょっと1枚のガラスに1回ずつぐらい当てながら、ちょっとこれ軟式と逆になりますけど。そうですね。はい。このガラスにボールがまっすぐ当たったらまっすぐ入ってくる、はい、斜めに入っていったら自分から離れていく、はい、もしくは逆側から来たら自分に近寄ってくる、はい、これだけちょっと覚えてください。テストに出るよ。ここ重要。まだ先です。根元、もっと根元、もっと根元、もっと根元。ストロークしかないんですけど、ルールとして相手が打ったボールがドーンって当たるとアウトになります。ただパデルの場合後ろに下がれないので、抜かれてボールが一度ガラスに当たってこれが下に落ちるまでに返せればラリーを続けることができます。で、このショットをレボテと言います。レボテ、レボテ、レボテ、これだけ、ね、覚えて帰っていただきたい。はい、手つねます。これ手つねます。で、英語だと
とリバウンドっていう意味のスペイン語です。あのパデのショットは全てスペインの言葉なので、あのリバウンド跳ね返りというショットなので覚えておいてください。わかりました。でこれも2人とも運動神経があって軽くできてましたけど、ちょっと基本的な打ち方をちょっとお伝えしますね。はい、じゃちょっと前田コーチ1回打っていただきたいんですけど、コツはボールと一緒に動いてボールを打つということです。でそれとボールが後ろから来るので自分の体を通り過ぎた内頃のところで打ってあげる。ちょっと見ててください。ボールが1回来たら後ろに下がります。で前に一緒に行って自分の体を過ぎてから打つ。いいですか。これが例えば足が動かないでこのまま待ってると俺や行かれちゃいます。これ足を特に軟式テニスやってる方ください、行っちゃうんです。足がガチガチになってる。なので少しリラックスさせてボールが後ろ来たら後ろ前、自分の体を過ぎたら打っていく。いいですか。はい、はい、じゃあちょっと4球ずつここで、じゃあ真ん中で4球いきましょう。ちょっと手ごっ手ごっ、いい、もう完璧。おーもう完璧。そうそう、安定感ある。完璧、はい、完璧。これ低い、難しいよ。あ、完璧。さあさあ。あー、OKOKOK。 入ってるな。あ、いいですね、もうテイクバックしてる。いいね、足細かく動かして、バカが打ったわけない。いいよ、いいスタートまで。やばい。ちょっと意地悪した。やること一緒です。ボールが来たらラケットを切って、よくありがちなのがこうなっちゃう時なんですね。あのクローズドスタンスみたいな。あ、なっちゃう。そうするとボールがもう打てないので横に向けて、体、足、ラケット、足とラケット、足だけが、で、打てていただければ。こんな軌道で、はい、いきましょう。これ課題ですね。4球。あ、クローズド。あ、でもいいか、いいか、いいか。うまい。クローズにならない足がいいか。いいね。あ、入った、入った。そうそう。あ、でもいいか、でもいいか。なんかもう、でも難しい、あの壁に当てた方がいいのか、なんか直接打った方がいいのかな、めっちゃ頭つけますね。で、でもこのコンチネンタルで打つっていうのはなんかいけそうやね。いけそうですね。ボールも飛ぶんで。結局そのやっぱ判断よね、これは普通に打つのか、レボディを使うのかっていう。そう。やっぱうまいな。そこをちょっとね、もうちょっと練習して、最後ゲームで倒していきましょう。倒します。いきます。いきます。いただいたのは、まっすぐのレボディをやってもらいました。これはあの一番オーソドックスです。まっすぐ後ろの壁に当たってまっすぐがいい。で今度ですね、斜めの角度からパネルのコートをよく見ていただくと、後ろだけじゃなくて横にガラスがあります。そして鏡もあります。このボールを、全てエルボで返していただく。今からやっていただくちょっと4球、お二人にもちょっとこの4球やっていただくんですが、まずは一番横の金網の横のガラスに当たったボール、このショット。ごめん、見た。あっ、そういうことか。隠しておいてドクロバレット。はい、
いや、すごい。セカンドはそんな感じ。
それで、はい、今から誰が一番多く取れるかっていうのを出して。すげえ。めっちゃ楽やこれ。慣れると早くなる。玉拾い嫌いじゃなくなる。これいいわ。これで逆が。お、練習お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、やってみて。楽しかったですね。楽しい。めっちゃ頭使いますね。壁で行くべきなのかってこと、やっぱ細かく足もついていかないときついに、なかなかハードで面白い質問。だから来るボールをただ返すだけじゃないからね、うん、そこがまた難しいけど、まあ、ちょっと次はね、経験者2人に挑めるってことなんで、ちょっとガチでやっつけましょう。ガチ行く。次の動画でそれやりましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。